こんにちは、出口です。こんにちは、本山です。SizeHem は、本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げて、のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近、またヘッドホン買ったんですけど。<laughs> ヘッドホンばっか買ってますね。<laughs> いや、買うつもりはなかったんですけど、たまたま知って。うん。s h o c っていう、あのショックス、 ああなんか見たことある。一時期流行ってたんですかなんかあそこが出してる骨伝導じゃないイヤホンが先きれたんです。<laughs> <laughs> それはなんか意味があるのその骨伝導じゃない方をあえて選ぶっていうのはさ <laughs>。でもこれが良くてまあオープンフィットってやつなんですけどまああのオープンイヤー型 オープンイヤーって言うんだっけオープンイヤーだっけオープンイヤー。オーープンイヤうんあの外の音は聞こえるけど外の方、外の音は聞こえるイヤホンですね。穴が,い穴が開いてるっていうかあの、耳を完全に塞がないタイプのやつ。うんだから、前までこのメーカーは骨伝導でそれをやってたんだけど、そのメーカーは骨伝導じゃなくて、普通に普通の 普通のイヤホンというか、まあ、ご先祖じゃないタイプでそれを実現したっていうこれはさ多分さあの耳にすごい詰める感じじゃないってことでしょだからきっと、うん、だから音漏<ー>れとかしそうな気もするんだけどさ音漏れ,れは全くしないわけではないと思いますただなんの、まあ、ちょっと僕も周りに人がいるわけではないから何とも言えないけど、うん、まあめちゃめちゃ あのー、どんな音でも漏れちゃうみたいなそういうことではなくて、うん、まあ大きくしたりすると、まあ、やっぱ多少何か何かやってるなっていう感じが伝わるなっていう感じだと思いますはい、はいまあ、多分ある程度なんか思考性みたいなのはあるんだろうけどねその音の、うん、まあでも多分低音とか難しいんだと思うんだよなその思考性ってああどうなんですかねちょっとそあんま分かんないけどまあ僕は会議用に使って 会議用ね、うん、はいはいはいまあじゃあそこまですごい音質が必要みたいな感じでもないみたいなうんまあ確かにそういう用途だったら全然いいかもねそう何かやっぱ会議をこう、うん、いいヘッドホンとかまあ普通の,あの耳を塞ぐタイプのやつとかでやるの何かあんま得意じゃないっていうかな,なんていうの 相手の声がめっちゃ聞こえるなみたいな。よくないの声で、こう、なんか、なんていうのか、疲れちゃうんですよね、なんかあ<ー>。ああ。耳元にささやかれてる感じ、ずっと。短時間ならいいんですけど。ああ。まあ、まあ、人によって、それは慣れとかあるかもね、そういうのは。うん。で、まあ、相手のその音質にもよるじゃないですか、なんていうのか。ん、まあまあまあ結構、会議の場合、良し悪しがあるじゃないですか、人に、うん。よっますね。 うん、まあやっぱ会議ちょっと最近多くてなんかそういう時にずっと身サぐ,ぐタイプのやつ使い続けるのはあれだなと思って、まあ、それでちょっとオープニングー型っていうか、まあ、これまでなんかネックバンドみたいなやつをつけてたんでうん、うん、ネックなあら何型って言うんだろう、まあ、首にかけるタイプのヘッドフォンみたいなそれも当然音漏れしまくるやつなんですけどそれを使ってたんですけど、まあ、これがいいのはめっちゃここ あのこのオープンイヤーっていうショックスのやつがいいのはなんかほぼつけてる感じがしないっていうか、うん、めっちゃつけ心地がいいんですよねうんつけうんその軽い結構肩凝ったりしないっていうのがいいすね確かにオープンイヤーの中では結構小型っていうかねそういう感じだもんねうんまあエアポッツとかそ,それ並みにつけ心地はいいですねうん パワフルな低音体験ってて書いてある、うん、低音も意外にいいし曲も聴いてる感じは意外にいい感じだなっていうまあただ人が周りにめっちゃいると当然ちょっと使いづらい感じはあるかなと思うんですけどねうん、まあ、あとなんか軽く防水もついてたりするから、まあ、運動とかにもいいだろうなっていう走りながらとか、ね 本当にいいっっぱい買ってるんでんか結局用途ごとに買うしかないかな <laughs> みたいな用途ごとってそんなあるだって <laughs> そんないないでしょ用途なんていやでも逆になんか作業する外で作業する時とかは、うん、耳を完全に塞ぐイヤホンの方がまあまあまあなんか集中できるじゃないですかはいはい、はい 完全に外の音を、うん、遮断できた方がね、うん、まあみたいなシーンで使い分けることになってますね <laughs> すごいね本当専門家になれそうだねいやそこまででもないですけどねそんないろいろ比較してて <laughs> なんだかんだ買っちゃいますね僕はもう最近使っ,使ってないからなから外に出てないのはあるかもしれないけど<ー>だから PC のヘッドホンぐらいしかい 使ってないよその優先のヘッドホンぐらいしか使うのは、うん、あとはもう普通に何て言うのスピーカーから出してまあ家だと別にそれでもいいじゃないですか、うんね、YouTube 見るとかでもさ、うん、普通にスピーカーから出して聞いてることが多いから逆になんかあんま使ってないんだよな、うんまあ、僕も去年まではそうだったんですけどね最近ちょっと鍵が増えたりとかまあ外出たりとかたまにするから でもあのさ、寝る用もあったじゃないですか。なかああ、はいはいはい、はい。<laughs> 寝る用はどうだったの、結局。寝る用も良かったですよ。あのー、アンカーの、なんだっけなあれはスリープコアだっけな、うんん。スリープコアじゃないや。なんだっけな。サウンドスリープ。サウンドスリープやつかな、なんだっけ。サウンドコアのスリープ。ああ、サウンドコアのスリープってやつか。<laughs> まあ、これも、まあ、似てるかもしれないですね。似てんの ま似てはいないでしょ。これは耳の穴完全に塞ぐタイプだってうん、うん、まあそうだよね。うん、で、これもまあめちゃめちゃ軽量でつけ心地いい、つけ心地がいいというか、つけてる感じを忘れるタイプのやつ、うんで。ただこれ別にノイズキャンセリングがあったりするわけじゃないんですけどね。あ、そうなんだ。うん。だからそ,それを期待して買うと、ちょっと期待外れっていう感じの評価かもしれないですね。本当にじゃあなんか。 まあ単純にこれはあの横向きになって寝,て寝たとしても耳にすっぽり収まってくれるんでユースケースがもう断定させられすぎてんるけどだか本当寝るとき <laughs> だけですよこれは <laughs> 本当なんかそのうちあれだねなんかいやなんか水泳ちょっと最近始めて水泳用のイヤホン買ってみたいなそんなのばっかりになってきそうだねうん でも最近はどうなんですかまあ旅行しない限りは使わないですよ。<laughs> だって別に一人一人 <laughs> 使う場面がさ限定されすぎちゃってる <laughs> それでいいんだけど。それでいいんだけど <laughs>。<laughs> <laughs> い,い, <laughs> いやなんかそれすごい。 たくさんよく合ってるなと思っていや前その旅行中はその一緒に行ってた人がいたからその寝るときとか音出したりして気遣使うじゃないですかだからまあ使ってたんだけど、うん、まあ別に一人だったら <laughs> いやまあそうだよねうん使う必要ないんで使ってないですけどそのユースケースにおいては便利でしたよ <laughs> <laughs> すごい <な>んか <laughs> っていう <laughs> い,いろんなゆそのさ細かいユースケースを答えていくためにあらゆるバリエーション揃えていくみたいになってないですか大丈夫ですか、うんうん、逆に言うとそういう細かい細かいっていうか寝るあ普段音楽を聴くなんか通勤とか歩いてるときに使うあと寝るときに <laughs> 寝るときに使う、うん、また、あ、収録で使ううん うん、それぞれちょっと良さが違うんで。すごいね。なんでもっと言うと、この今収録中も違うやつ使ってますからね、この瞬間。<laughs> なんかその、すごい音へのこだわりがあるみたいな感じにな,なってるいや、音には多分そんなこだわりないかもしれない。<laughs> なんかそんな感じだよね、だってうん、音っていうより、なんか、なんていうの <laughs> 付け心地とか、その、まなんか。 歩いてるときとか使うときは、なんかすぐ起動する方がいいなみたいな、そのきなんかなんていうの、電源入れたりとか、なんかわちゃわちゃやらなくていいやつ、まあ、はい、AirPods、はいはい、とかの方が楽だなみたいな思いますしね、この収録中は、ワイヤードのやつの方がいいなと思って、それを使ってるし、それはマイクに、まあ、あの収録用のマイクに直接つなげ,るかつなげて、マイクの音を拾いたいからなんですけど。 いや本当は一緒の一つですね賄えたらいいですけどねあんまあ、そういうのないんで <laughs> なんかすごいいろんな細かいニーズに応えようとするのは、まあ、ないだろうねそりゃ、うん、あんまりこう僕はそこまで気に気にしないからまあ AirPods Pro でいいかみたいな感じでさ全部それ使ったりしてるけどさうん まあでもだい a i エアポ d ツでいいんじゃないですか。まあだい i r エアポ s ツプロで、ね、<laughs> いいよね、エアポ d ツで。でもエアポ d ツだと、いやちょっと寝ながら横向きに寝る時にときに耳に痛いなみたいな思うじゃないですか。<laughs> <laughs> まあ寝ながら、横向きながら寝ながらってあんまないからね、でも。えでも、そもそも。うんまあ、その旅行のときはだいぶシーンが限定されてました、ね、だよね。うん、家だったら別につけないじゃないですかって。うん でもまあ電車とかになるから電車で横向きになるかっつったらそんなもんないしさあんまりいないよね,ねやっぱりまあでもまあ誰かと住んでたりしたら全然あるんじゃないですかうんまああるかもしれないねうんいやまあ一人暮らしっていうのがそもそもそんなに使うシーンってない気がしますけどねうんどうだって会議だって別にしなくてもいいわけじゃないですかうん,なんか 家族がいる人はどうしてるのかっても確かに気になるね普段まあ会議とかはまあ別にあれかもしれないけどその、ね、ちょっと YouTube 見たいなっていう人がどうしてるのかなとかうん、うん、なんかでもわかんない周りの人見てるとそんなに気にしてない気もするけどねまあ気にしてる人もいるのかな中にはまあ寝てる時とかはあれなのかもしれないけどでもまあそもそも部屋が違うとかもあんのかもしれないしなうん、うん なんかこのオープンイヤー型の、まあ、さっきのショックスのイヤホンはその周りの音聞こえるから、うん、なんか子供がまだ小さい時に外の音が聞こえた方がいいとか、うん、泣いてる音が聞こえたらいいとかなんかそういう音で買う人もいるらしいです。まそういうのはあるでしょうね。いやなんかっていうね他の人はどういうシーンでこれ使ってますってなったら知りたいねなんか逆に。うんうん、そんなにこう <laughs> ここまでだって買ってる人見たことなかったからさ今まで出会ったことないよそんな人そのよっぽど音の専門家みたいな人じゃないかぎりさ逆に僕ユースケースが被るヘッドホンはそんな持ってないんですよ <laughs> <laughs> どういうことその <laughs> いやーなんかオーディオマニア的な人ってその同じいいヘッドホン何個持ってたりとかするじゃないですか あーまあまあ、それはね、より音質を求めてやるのね。そうじゃないですよ。まだから、それはそれで珍しいような気もするけどね。んそ,そ,どねやっぱりそんなにさ安いものでもないわけじゃないですか。ね、数千円くらいで買えるんだったら、まだあれかもしれないけど、最近のイヤホン高いからね、やっぱり。うーん、そうね。まあ、その分合わないのはすぐ売ったりしてますけどね。なんかちょっと、ちょっとなんか求めるユースケースと違うな、みたいなやつ。<laughs> まあでもその中でも今回の「ショックスはだいぶ良かったですね。僕のその会議に求める <laughs> ことを満たしてくれてましたあ。なるほどね。じゃあちょっとお便りがいくつか届いてるんで、はい、今日はちょっとお便りの紹介を中心に話していこうかなと思ったんですが、うん、ちょっと1つ目は、えー、とクリスさんからですね、ラジオネームクリスさん、クリスよしおみ。 改めクリ,クリス4403三三からですね、えっと。サンヘブでも前にゲストを来ていただいたりとかしたクリスさんですけど、ご意見ってことで、多分前回の話、僕が話した焼きそばの話を受けて、お便りくださって、うん、カップ焼きそば年2くらいで食べてますっていう、まあ、<laughs> まあ、<laughs> <laughs> まあそれくらいだよねって気持ちは分かりますけど、ね、年2も食べてなかったけどね、僕は。うん で基本 UFO ですが、昼ご飯で食べると夜ご飯いらないなーってくらい胃もたれしてます。<laughs> が、それも込みで食べちゃいますっていうかなりのおじさんの感じが出てますけど、年賃今度試してみますっていうので、<laughs> で普段食べてるのは基本 UFO なんですが、最近はエースコックのモッチッチが結構良かったのでおすすめですってことでいただいてましたが、モッチッチって知ってる初めて見ました。僕も <laughs> 見たことないんだけど正直 <laughs> あるのかなこれスーパーに並んでんのかなうん,なんかでも美味しそうななんか変わったパッケージですねう <ん S 2> そうだね普通のカップ焼きそば感はないねカップ焼きそばってなんで今思ったら確かに平べったいパッケージなんだろうこれはなんかちょっと普通のカップラーメン的なパッケージですね <うん S 2> まあなんか あれなのか、ね、やっぱりこうスープがいらないからちょっとお皿感を出してんですかねうん平べったいのはね今麺が乾きやすいとかなんか混ぜやすいとかなんかあるのかもしれないけどうーんでこれはなぜ縦長にしたんだろうなんでなんですかねもちもちになる何かがあるのかなお湯が冷めにくいとかあんまないかそれはそこまでないか関係ないかなうーんなんだろうまあ、ちょっと違いを出したかったみたいなのがあるんですかねやっぱりうーん これ初めて見ました,たななねえ見たことないよねあんのかな普通にスーパーでうん、うん、でもなんかこのもっちっち焼きうどんっていうのもあるらしいんだけどなんかだし醤油味ってやつうんこれちょっとおいしそうだねんかおいしそうだねまあ平麺みたいな感じなのかもしれないけどちょっとおいしそうだなちょっと見つけたら買ってみようかなうんおいしそううどんが気になりますねはいそんなクリスさんですがあの 初めてリサイズ FM のオリジナルグッズ送付をご希望ということでお送りしたいと思います。<laughs> 紹介させていただいたんで。気を使って希望してくれたんじゃない <laughs> <laughs> 全然希望者がいないから <laughs> まあそんなに多くもないんだけどね残ってる数っていうのはまあまあぜひお便り送ってくださった方はあの希望していただければ郵送するんで。 おなんか今ググったらいろんな味の持ちチがあるみたいですよ。あ、そうなんだ。塩焼きそばとか、タラコバター味とか。タラコバター味今もあるのかな昔ってことなのかもしれないですけどおあ。なんか僕もペペロンチーノ風オイル、オリーブオイル仕立てっていうのが今あるらしいよ。<laughs> パスタ。<laughs> パスタっぽい感じなんだパスタっぽい感じなのかね。うん。ペペロンチーノかーってなっちゃうな。 全然知らなかったうんベベロンチーノ風は発売日が今年の8月7日で割と新商品みたいですね、えー、あでもなんか発売日見てると割と今年の3月とかだから新商品だねそもそもこれなんかモッチッチ自体がでも2017年ぐらいからあ,るみたいですあそうなよ発売日はなん,かなんでこれじゃ3月6日とかなってんだろうなんかリニューアルされたとかなね 焼きそばモッチッチがあれなのかな昔は違うモッチッチだったみたいな。どうなんだろうモッチッチ売ってないっていうフワードが Google にサーチされました結構人気なのかね <laughs> どうなの、ね、場所が限定されてんのかなもう見たことないもんな。うん。縦型の焼きそばは見たことないですね。じゃあ、ちょっともう一個お便り紹介しますが。うん、えーと。 ラジオネームはるかさんかなはるか H さんいつも楽しく拝聴しております仕事のリアルな話が聞ける回が特に好きですで早速ですが相談です私は都内の B2B 企業で働いている入社2年目の UI デザイナーです扱っているサービスは金融系のお固めの方が使うサービスです 基本的にプロジェクト内では営業の方とやり取りすることが多いのですが、UI デザインを考える際に極力 Excel みたいな画面を作りたいと言われて困っています。サービスの利用ユーザーが年配の方が多く、IT リテラシーも低めなので、機能やデザインを極力なじみのある Excel に寄せたいとのことです。なら Excel でええやんと心の中で思ってしまいます。なので作る画面がダサくなり、 使うのかもわからない実装コストが高い機能もモリモリになってしまいます。あと、社内に使い方に関する問い合わせが来てほしくないという理由で、画面内には謎のヘルプアイコンが大量にで,できてます,できます。うまく営業の方を説得して少しでもマシな UI を作るために私に何ができますで、抱きますか。 営業の方にも Excel っぽい UI がダメな理由をうまく言語化して説明できない自分にもイライラします。お二人ならどのような行動をとりますかちなみにシステム開発は外部の会社さんにお願いしています。ということですが、うん、なかなかリアルなお便りですね。そうですね。<laughs> リアルなお悩み相談のお便り来ましたね。金融系ね。金融系ねなかなかまあ難しい。 部分はあるでしょうねうんその難しいのは取り扱ってる内容も多分難しいだろうしその相手にしなきゃいけないのはあのこう町のおっちゃんみたいなとか、まあ、あんまりリテラシーがもしかしたら低,低いというか高くない人かもしれないけどただこう法制度にものっとってやんなきゃいけないとかそういう部分もあって難しいっていうような感じですよねきっとうん。これは自社サービスなのかな B2B だからそうですよね。たぶんきっと。そういうことですよね。うん。なんか、転職する以外の回答だと嬉しいです。って回答。まあそうなんですけど。ねはい、はい。<laughs> <も>正直 <laughs>、転職が一番、こう <laughs> き、あの効果的だろうなっていうのは、ちょっと思って <laughs> しまうんですけど。<laughs> はいはい。でもなんか、どうだろう。B2B B サース、まあ僕も前、やってたりしましたけど、その時の、 雰囲気で言うと、うん、やっぱ CS とか営業と仲良くなることかなっていう気はしますけど、ね、仲良くなるっていうのは、そ,ね、そのなんか、ノミックとか、まあそういうことっていうよりは、なんかその人たちがどういう力学で動いてるというか、なんかこう、営業のひ、まあ B2B ってやっぱこうなりがちだと思うんですよ。そのはい ユーザーザとと距離が近いのっっって営業だだたたり CS だったり CS すると思うんでデザイナーってユーザーから距離がむしろ遠い方の部類の人だと思うんですよね。B2B の場合、s a a s とかもそうですけど。で、そうなると、そのプロダクトの期待値、期待値を作るところって、まあ営業がやってるし、逆にプロダクトが至らなかったりとか、そるところの期待値調整は CS がやってたりすると思うんですよ。 だからなんかこう何をこう期待されてるのかっていうのが、あのー、デザイナーから見えないと思うのでだからやっぱり営業が言ってることとか CS が言ってることをこう聞いた上でものを作るってことになると思うんですよね、うん、まあだから営業の人がある意味自分たちの,もの作ってるものの期待値調整とか期待値作りをしてるからその人たちが何をもって働いてるかなんか。 その人たちが社,社内でどう評価されるのか、例えば売り上げで評価されるのかとか、うん、なんか CS だったら、まあ、まあ、営業だったら大体まあ売り上げとかだと思うけど、案件の受注,受注数とかね、うん、CS だったら、うーんまあ、例えば問い合わせを減らすことなのかもしれないし、あるいは LTV を伸ばすことっていうか契約、なるべく解約されないことだったりするかもしれないし。うん それによってこう視点をずらすというかなんかこうそういう力学に対してユーあーな何かしら例えばそうだな営業だったら売上が上がる受給数が上がるのが大事って思ってる中で、はい、いやユーザーにとってこうだからこの方がいいじゃないですかってなると、まあ、なんか一見聞こえはいいんだけどユーザーファーストにみたいな感じで。うん ただなんかやっぱそうするとそれが採用されないっていうのがまあ B2B だと思うんですよね。うん、だからやっぱ両取りできなきゃいけないと思うんですよ。なんかそのユーザーにもとっていいし売れるよっていう。はいはいはい。儲かるよっていう。まあてかイコールあなたが評価されるよっていう社内においてね、うん、営業が評価されるよとか CS が評価されるよっていうところに持ってかなきゃいけないと思ってて。うん、で本来なんかそういう B 側 あその営業 CS なりとあーユーザーの,そのウィンウィンをの状態を作るっていうのが何か多分もうちょっと上の人プロダクト責任者みたいな人とかわかんないけど、うん、CXO とか CPO みたいな人がやる仕事なのかなとは思うんですけど、うん、思うからなんかそれを <laughs>。 なんかこうデザイナーという立場でなかなかやるっていうのは結構大変な作業ではあるとは思うんですよなんかカロリー使うことだと思うんだけど会社の規模とかにも多分よるからね何とも言えないけどねその辺は、うんまあ、何でもやらなきゃいけないっていう場合もあるから、うん、まあただそういう状態に近づけるっていうことはできるかなとは思うんうん 思うからまあそうですよねもう僕も完全に同意見で、うん、まあ一番多分良くないのはその営業は敵だみたいな感じになっちゃうみたいな、うん、そのあいつらが良くないみたいな感じになっちゃうのが多分一番良くなくて、うん、それだと多分こう常にどっちもいがみ合うみたいな感じになっちゃうんで、うん、んうまく進まないことの方が多いですよね基本。 まあだからまあ仲良くするっていう話なんですけど、僕はさらに一歩踏み込むんだったら、営業と一緒に同行するのもありだと思ってるんですよね、うん。で、同行するっていうのも、なんだろう、う教える立場よりも、どっちかっていうと、一緒に活かしてくださいみたいな、下手に出ていくっていう、うん、<laughs> 感じでいくと、多分ある程度、いろいろなものは見えてくると思うんですよね。 話してるのかとかとどういうことやってるのかも見えてくるだろうし、うん、でその時に営業の人がどういうことを考えて話しているのかっていうのも見えてくるだろうしとかその辺が見えてくるんでそうするとあの人は何を求めてて営業の人は何をこう考えているのかとかっていうのも分かってくるしでその多分一緒に行く時間とかもあるからその辺の時間とかも結構大事で、うん、その一緒にこうじゃあこういうことやったらもうちょっと売れるかもねみたいな話とかもできるかもしれないし。うん っていう意味たぶん一緒の時間を持ってでしかもその営業の師匠弟子じゃないけど、うん、弟子になる感じで一回入っていくっていうのが僕は一番いいんじゃないかなっていう気はしてるけどね、うん、でその上でニーズをつかんで直接ユーザーに会って、うん、でもっとこうしたら売れるんじゃないですかとかそう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  まあ要はこうしたら儲かかんじゃないですかっていう話がデザイナー視点でできるっていうのがなんか一番こう自分でやりたいことができると思うんですよね。うん、まあ難易度が高いんですけど。だから、まあ、うまく、まあ、デザイナー的な視点だけじゃなくてやっぱちょっと営業的なねビジネス的な視点も入れつつ、うん、その辺を考えて一緒にやっていけると多分かなりこう一歩進むというかだいぶ進むんじゃないかなと思いますけどねその辺が、うん。あとは時間軸をずらす。 伸ばすっていう考え方ももあるかもしれ、ね、なんかこう、このお便りの中にあるお問い合わせが来てほしくないからヘルプをアイコンを出すみたいな、まあ弱い、うん、UI 上で説明しまくるみたいなこととかはい、はい、でまあ結構なんかたん、うん、まあそれで本当に課題が解決できてたらいいとは思うんですよ。まあその見,、うん、見た目的に良くないっていう問題は置いといて、CS っていう立場、うん の人間がもししいたとしてその人からするとヘルプアイコンが大量に出てることによってお問い合わせが出てこなくなっている本当になっているのであればねなんかそれはそれでいいと思うんですけどおそらくそうでもないんじゃないかなっていう気はしててまあ100あった問い合わせがまあ多少90とかに減ってるみたいなでやっぱなんかそのそれでもやっぱ問い合わせが生まれてきてもしかしたら何らかのうまくそこが解決できてなくて まあ現状なんか多分ヘルパイコン出すっていうことで対応してると思うんだけどもうちょっとなんかそうこのなんていうのかな対応できない問題がまだあるのかもしれないでそれによってもしかしたら短期的にはユーザーの声が問い合わせが来ないっていうところで解決できてるのかも解決できてるというか問い合わせが来てないっていう状態で短期的には見えなくなってるのかもしれないけど長期的にはそれによって不満が溜まって解約につながってますみたいなこともあると思うんですようん もうちょっとこう時間軸伸ばしてなんかこういう解決策をやったらお問い合わせ減るっていう短期的なことじゃなくてまあ本当に満足して使い続けてもらえるんじゃないですかみたいな,なんかこうちょっと時間軸伸ばすみたいな考え方で提案するっていうのも。 まあヘルパーイコンがどういうとこに出してるのかっていうのにもよるけど、うん、まあ例えば金融系だったらその専門的な用語だったらもう仕方ない部分もあるじゃないですかきっと、うん、そのあまりにも専門的すぎてわかりやすく説明するのがまず難しいみたいなのだったらまあ出さざるを得ない場合もあると思うんですよねそ,のそういうものをでもそうじゃなくて単純にこう使い方がわからないみたいなとこだったら多分 本当はデザインで解決できるとかデザインで解決すべき問題である可能性はあるので、まあ、そういうのはできるだけなくしたい部分は多分あるんだろうなきっと、うん、で多分結構その辺が営業とのコミュニケーションとかとも絡んでくるんじゃないですかねやっぱり結局うん、うん、リテラシー低めだから機能デザインエクセルに寄せるっていう話だったり、うんまあとは痩せ着てほしくないからヘルバーリコン出すとか この文面見てる限りは割となんかその営業視点でも CS 視点でもちょっとなんか短期的な施策に見えるなと思っててその場しのぎというか,かもうちょい長期で考えて時間軸を伸ばしたこう施策の提案とかできるとあそっちの方がいいかもねみたいに持っていけないかなとかね。いいいずれににせよユーザーザとっていいから ユーザー達にするだけじゃなくて、まあさっき言ったビジネス的何が嬉しいのかっていうのを絡めて話すっていうのが、いい気が、まあそこは必須かなっていうふうに思いますけど。まあでも僕は思うのは、正直 Excel 使えてる時点で IT リテラシーはそんなに低くないんじゃないかっていう気もしてるんですよね。<laughs> それはそう思う。<laughs> だから、そう、Excel の方がむしろ難,い難しい可能性あるから、だから、 普通にデザインの問題として解決できる部分は多いんじゃないかなっていう印象はありますよね。あの実際はどうなのかっていうのは分かんない部分は多いありますけど。うんまあ、エクセレンで寄せたいっていうのはどういうことなんだろう手続き型の UI にしたいってことなのかな、うん、なんかそのメニューがいっぱいあってた。はいはいはい。みたいな。ちょっとその辺を探るっていう意味でもやっぱり営業の人が本当に何を言ってるのかっていう部分を多分理解するっていうためにまあ仲良くなるなり一緒に同行するなりするっていうのは。 うんまあ、多分分効果的なな部分とししてあるような気がますけど、ねうん僕もだってそうだったもんなやっぱりだからその昔の,その制作会社にいる時にまあ最初はいろいろ言われてその通りにこうある程度作るんだけど、うん、まあちょっと時々ある程度こうさ重ねてるとちょっとイラッとすることある、ね、なんかこれをもっとこうしてよみたいな文字でっかくしてよみたいな,なんか、うん、<laughs> もっとでっかくしてみたいな <laughs> 適か<当>な <laughs>。 いい感じにでっかくしてよよみたいな,なんか <laughs> なんでいい感じにでっかくってって思って <laughs> でそう言い合うこととかもあったからさやっぱり、うん、そういう時にやっぱり実際ほん本当に求めてるのは何のかっていうのをちゃんと議論するとかまあ実際にお,お客さんが何て言ったのかっていうのを事実確認するとか、まあ、もうそれもできなくなったら一緒に行くとかっていうのをやっぱりして、うん、やっぱりコミュニケーション取れば、まあ、そういう誤解も減っていって。 で、営業も売れるようになって嬉しいみたいな感じになっていくんで、うまく進むようになったというかね、うん、単純にこう喧嘩してるだけだと進まないんだけど、うん、そういう部分はあるかなと思ったんで。うん、まあやっぱ、その、言葉を鵜呑みにしないとい大事ですよねうんこのエクセルに寄せたいっていうのも結局、なんかまあ IT リテラシーが低めっていう実態があったとして、それを見た営業の人が、うん、じゃあその人にいいのはエクセルっぽいものだっていう。うん 変換してるわけじゃないですか。そう、多分、どっかでね、そういうのがあるんじゃないかなって。IT ビテラシーイコール低めイコールエクセルっていう、なんか、引き出しの中にエクセルしかなかったからエクセルって言ってるだけの気がするんですよ。うんうん、そうだね。うん、だから、あんまそれを飲みにせず、自分の目で見に行くっていうのが大事な気がしますね。うん。それな気がするな。うん。いや、でも、B2B にめっちゃありますね。 B2B、うん、は特にその営業とかビジネス系が強,強くなりがちじゃないですかやっぱり、うん、実際にその稼いでるっていう感じになるから、うん、そっちがそういう意味でもねだから、まあ、そっちをこう立てつついい感じの方向に持っていくっていうなんかちょっとうまい立ち回りをしなきゃいけないっていうのがきっとあるんじゃないかなって思いますけどね、うんうんまあ、だから僕の場合は 前の会社とかだと最後の方はもうビジネスの人としか話してなかったしうん、うん、むしろ、まあ、プロダクト視点で考えたことを営業の人にやってもらうとか多分それ結構先なんだよねなんか今まだ多分それをいきなり押し付けてもさうまくいかないじゃないですかそうそうそうで結構それって、まあ、正直権限も必要だと思うんですよその会社においてねはい、はい ある程度偉くなっていくっていうのも大事だと思っててなかなかカロリーは使うと思うんですよ全体的に、ね、だから正直転職が一番 <laughs> 出てればよい,いっていうのはそういう話だな <laughs> ああそれはそうなんだけどね、うん、まあでもなんか一人でいいからとりあえず営業に仲間を作るっていうのが僕は必要だと思いますねやっぱりうんそれはそうですねまず最初こう 弟子から入っていってでちょっとずつこう対等ぐらいの仲間になって友達になってでもっといいもの作っていこうっていう形にしていくっていうで、うん、その営業を起点に他の営業にこう伝播させていくとかっていうふうに考えていくと結構うまくいくかもしれないですね。うんうん、私なんかそういう視点っていうかこうそのユーザーファースト的なユーザーにとっていいからっていうだけじゃなくて。 ビジネスも絡めてなんか提案できるみたいな状態になると、うん、多分どの会社でも <laughs> 役立つ気がするんですよね,ね特に B2B だと、ねー。まあ視点をだいぶ広くなるからまあどっちかっていうともう本当プロダクトマネージャーとかプロジェクトマネージャーぐらいの視点になれるから、うん、それぐらいのなんかこう経験を積めると多分強くなる感じはしますよね。うん、っていうような感じでございました。うん、というのと さらにもう一つなんとお便りをいただいていますのでそれもご紹介したいなと思いますラジオネーム裕次郎さんですね <laughs> こんにちはいつも楽しく拝聴しております私は元エンジニアの PM なのですがデザイン系の知識経験が乏しいためお二人の話や紹介された書籍を通じて勉強させていただいておりますリクエストですが優れたデザインにとって でコンセプトが重要な理由使いやすいく安心なソフトウェアを作るためにという書籍についてお二人の話を聞いてみたいです私も誰のためのデザインなどを読み概念モデルメンタルモデルの考え方をプロダクトデザインに取り込みたいと思うのですが抽象的すぎるのかこうしたモデルについて議論しようとしてもどこかふわっとしてしまい 認識が合ってるような合っていないような状態のまま仕方がなく次の工程で改めてすり合わせるというようなことをよくやっていますえ上記の書籍ではそれを解決するようなモデリング手法を紹介しているのですがお二人の目線から見てどう思うかもと他の良い方法があるのかなどをお聞きしたいですっていうことですねうん、うん、まあメンタルモデルの話なのかな、うん、で一応まあ僕もこの本 ちょっと取り寄せて購入して読んでみました、うん、優れたデザインにとってコンセプトが重要な理由っていう砲、まあ、題なんですけどもともとは「The Essence of Software」っていう本の翻訳本ですね知らなかったですこの僕も知らなかったねこの本自体はでも最近なのかなこの本自体はあの翻,訳翻訳されたのは、うん の6月ですね、うん、で読んでみましたがこれはねなかなか難しい本だなと思いましたねうん <laughs> 正直言うと <laughs>。っていうのもそのまあこのメンタルモデル的なものを考えるにあたって、まあ、コンセプトって言ってるのはまあここで言ってるのは機能のこの目標だとか何て言うんだろうな達成すべき目標みたいなゴールみたいな与えられる価値みたいななんか よくアプリケーション定義ステートメントシートとかさ、うん、体験設計書とかで書くような,なんか一番最初にあるようなそのこ,ういうこういうものみたいなとか、うん、そういうものとかさらにちょっともうちょっと落とした機能別のそういうなんかこれの目的みたいな,、うん、なんかそういうもののあたりがなんか多分ここで言ってるコンセプトっていう話なんですけど、うん、それをベースに、まあ、メンタルモデル的なものを こう論理的に作っていこうみたいな話なんですけどただなんか多分もともとこれを書いてる人も多分エンジニア出身というかあれなのかななんかソフトウェア工学系の人なのかなちょっと分かんないですけどマサチューセッツ工科大学教授って書いてあるから多分きっと工学系の方なんだと思うんですけどめちゃくちゃ論理的な話を書いてるんですけどすごく難しいっていう感じでしたね、うん。 まあ事例はすごく豊富だったんですけどただ考え方自体はなかなか難しそうな感じで例えばそのなんかねここでさっきの人も言っていたそれを解決するようなモデリング手法って言ってる多分もまあメンタルモデルをどう作るのかみたいなところのモデリング手法みたいなことだと思うんですけどがなんとなく多分これだろうこれのことを言ってるんだろうなっていうのがあるんですけどなんかねこう まあ過,剰過剰書きというか、項目ごとに書いていくみたいなもので、コンセプトの定義を。うん、コンセプトっていうのは、まずなんかまあ名前、機能の名前みたいなものなのかな。うん、で、そこにパーパスってまあ目的ですよね。それのも目的は何なのか。うん、であと、ステートっていうまあ状態、どういう状態があり得るのか。っていうのと、あと、アクションっていう、どういうアクションができるのか。まあ、例えば、トゥードゥのまあ機能だったら、 追加するとか削除するとか<ー>、完了をするみたいな、まあ、どういうアクションができるのか。<ー>っていうのと、あとなんかもう一個最後に、オペレーショナルプリンシプルって、ただなんか原則的なことなのかな、こういう時だったらこうするみたいな、この機能は。みたいなことを書き出すみたいなものはあるんだけど。あ,ーあれか、37Signals の UI フローみたいなやつうん、まあそれに近いのかな。うん。多分それが、 まあここで言ってるモデ,モデル手法みたいなコンセプトも定義の話だと思うんだけどうんまあなんかちょっとデザイナーが話しているようなメンタルモデル的なものとはまたちょっと違う感じの部分もあるのでこっ、まあ、ここからこれがメンタルモデルっていうよりも多分ここからメンタルモデル的なものをもうちょっと言語化できるようにしていこうみたいなハートなのかもしれないけどうんなかなかちょっとこう これができたらすぐメンタルモデルを議論するのに結びつくみたいなのがちょっと難しそうだなっていう,ふうのも気もしたというかうなかなかそういう意味でも、まあ、この本自体もねなかなか難しい本だと思うんだけどなんか他の人もねなんか書評とかレビューとかもちょっと読んだりしたんだけどなんかねみんな難しいっつってんだよなんか <laughs> <laughs> でまあちょっとそれだけだとなかなか答えになってないんでん僕なりの ななんとなく答えを言おうかなと思うんですが、まあ、多分そのメンタルモデル的な考え方を取り入れながら、まあ、どううまく議論しつつより良いものを作れるようにな,るな,な,なったらどういうふうになるのかみたいなことだと思うんですけどきっと、うん、そのチームメンバーみんなでね。でそもそもなんかメンタルモデルってそもそもつかみづらいなんかものだと思ってるんですよ僕はふわふわしたというか。うん なんでかって言ったらなんかそもそもメンタルモデルってなんかこう絶対的な答えがないっていうかうん、うん、そういうものだと思ってるからうん、うん、だからこう、まあ、そこは本当にみんなで多分こう輪郭を探り合うような作業をするしかないと思うんだよねやっぱり、うん、なので多分ふわふわしちゃうのはある程度しょうがないんだと思うんですよでその時にふわふわしたまま進めちゃうとあれだから、まあ、ある程度 こう事例というかね具体的なものを持った上でこうメンタルモデルがどうなのかっていうのを考えられるようになっていった方がいい、まあ、さっきの輪郭を探り合うっていう話なんだけど、うん、なんだろう具体性を持ったこうもうちょっと言葉とか、まあ、絵とか、まあ、インターフェースの絵とかでもいいんだけどプロトタイプで作ったような、まあ、そういうもので表現したものと、まあ、これはメンタルモデル通りだろうなみたいなの認識合わせをするための具体的な例としてね。うん で、それ一方、これはメンタルモデル通りにはなってなさそうだよね、みたいな、その、例も多分あると思うんで、この、それも言葉とか、具体的な UI フローとかも含めてね。うん、そういう複数の事例を、こう、ある程度持っておいて、その線引きをみんなでこう共有していくというかさ、うん、これは合ってるよねって、こっちは違うよね、みたいな。多分、そういう議論、議論っていうか、なんか感覚みたいなのは、多分必要になるんじゃないかなと思っていて、その、具体的なもの、 で線引きできでるようにしてておくっもまあそこはまあ本当に多分数こなさないと実際のその線どこにあるのかっていうのは見えないんだけど、まあ、そのためにもある程度こう数をこなさなきゃいけないっていうのはまあ,あるんだよね具体的な事例としてこれはメンタルモデル通りかみたいな部分っていうのは、うん、だからそこは結局まあこれが多分正しいだろうなみたいな部分を見極めるのは多分デザイナーのその何て言うのプロ的な なんかこう経験とかで培っていくものでしかないんだけど、うん、まあチーム全体でってなったら多分それをみんなでこなしていくしかないみたいなことになるんじゃないかなっていうふうに思っていてでただ多分それだとなかなかじゃあしたからみたいなのれ難しいと思うんで、うん、僕が一番おすすめしたいやり方っていうのは、まあ、ある程度基礎となるものは必要だとは思うんだけど。 まあその検証するためにね、そのユーザビリティテストが多分、一番いいと思ってんだよね、そのメンタルモデル通りにできてるかどうかをチェックしたりとか、まあ、そのメンタルモデルに寄り添っていくとかっていうのを考えるとき、うん、多分、一番最初から完璧なメンタルモデルを作って、インターフェースとかを考えていくのって難しいと思うんですよ。うん たなんか多分や,ろうやろうと思えばできるんだけどそれやろうとするとの最初からすごいインタビューするとかすごい調査するみたいな感じになってなんかすごい業々しい感じになっちゃいがちだから多分、うん、その1つの機能単位とかだと多分それだと重くて、まあ、新しい事業を作るとかそういう話だったら別にいいんだけどだから最初はある程度、まあ、間違っても全然よくて、まあ、多分こうだよねっていうぐらいのところから一旦こう具体的な形を作ってみて 軽く、ね、そのかっちり作るんじゃなくて、ねうん、でそれを、まあ、ユーザビリティテスト的なことしてこういうことを、まあ、操作ちゃんと正しくできるのかみたいなあのやつをやってみてそれのユーザーの、まあ、話してることとか観察を通してユーザーのメンタルモデルが自分たちの考えてたモデルと合ってるのかどうかっていうのをこうすり合わせていくみたいな、うん、作業をするのが多分一番手っ取り早いやり方なんじゃないかなって。 っってていう,ふうに僕は思ってる多分それをチームでやっていくっていうのがあのチームのみんながそれを共有しながらこのやっていくっていうのが多分一番そのメンタルモデルがこう機能するというか、うん、なんか今一番こうそれにのっとってやりやすいやり方なのかなっていうふうに僕は思っているって感じかな。うん,なんかちょっとメンタルモデルっていう言葉が消してあると崩壊してきたんですけど。<laughs> <laughs> <laughs> メンタルモデルに合ってる合ってないってどういうことなんだっけ <laughs> うんとまあそもそもまあこの本僕も読んだんだけど、うん、その別の本でメンタルモデルっていう本も実はあるんですよ。かなかこれもマルゼン書店のしてるですから、うん、あ,あってまあこっちはねもっと行々しいその,その事業レベルの話をしてることが多いんですけど、うん、だから一番最初からいきなり。 UX デザインのためのインタビューからみたいな感じの話なんだけどそこでも言ってんだけどやっぱりメンタルモデルって人の数だけ存在すると思うんだよね、うん、だから人それぞれそれ自分のメンタルモデルがあるわけです、うん、これはこういうふうに動いてるだろうなっていうモデルがあってでそれをいろんな人のやつを見比べた時に大体この辺はみんな一緒だよねっていうのができてるのがそのそれを概念を抽出した ものが、まあ、いわゆるこうデザイナーがよく言ってるでメンタルモデルに当たると僕は思ってる。うんなんかそれを議論するってどういうことなんだろうなと思って。多分だからこのインターフェースはなんか多分メンタルモデル的に合ってなくないみたいな話になっていや僕のメンタルモデルには合ってるけどみたいな,なんか難しいよね。だから結局そこは自分たちの意見を ずっと戦わせててもこう意味がない部分があるからきっと、うん、だから結局実際はどうなのっていうのを確かめるためにユーザビリテストをやるのが一番早いと僕は思ってる、うん、そうだねああなるほどな,なんか確かにまあ具体を作っちゃうっていうところですよねそうだねまあそのファクトの数が多ければ多いほど多分そのさっきの全体でどの辺がこう一致してみんなそう思ってるのかっていう部分が見えやすくなってくるので、まあ、数が多い方がいいんですけどまあ大体3 5 10とか言われてますよね3人5人10人ぐらいでインタビューしていくと大体こう大体確からしいものが見えてくるみたいな,、うん、なんかこうあんまなんかメンタルモデルっていうレイヤーで議論をするっていうことがなんかあんまこうシーンとして僕は思い浮かべづらかったんだけどあんまりないねまあやっぱなんかそういうモデ,リングモデルの段階であんま議論しようってならないようにやってるからなのかもなって思って、まあ、結構デザイナー がまあ画面作る人がまあ,ある程度その概念モデルメンタルモデル的なところも暗黙的に頭の中でやってその上でまあまあ画,面を画面を起こしてそれを持って話すみたいなことをやることが多いしまあ自分がまあデザイナーとして振る舞う時もそうしてる時があるから何かあんまこう積み上げ積み上げで議論をするっていうよりは一回もう全部通して画面にしてみて。 その上で評価するっていうことの方が多い気はします、ね、うそうね。まあ多分今回お便りくださった方は、うん、まあどっちかっていうとエンジニア上がりの方で、うん、で,で多分その デザイン的な部分だけじゃなくてじゃあそれをどう実装に落とし込むかっていう部分もすごく考えてるんじゃないかなと思うんですよねその、うん、それをもしかもだからメンタルモデルに沿った方が多分より良いだろうっていうような考え方を持ってると思うんですよきっと、うん、でそれはまあ別にそんなそ,、まあ、それでいいと思うんですけど全然その通りな場合もきっとあ多くあるだろうしただその時に多分、まあ、逆にじゃあデザイナー側からしたらその例えばエンジニアにあんまり エンジニアリングに詳しくない人がまあデザイン担当しててそのデザイナーとしてはある程度こうなんとなく自分の中に持ってるメンタルモデルをベースにデザインしたつもりでもそれをなんかうまく例えば言葉にできなかったりみたいな部分もあるのかもしれないなっていう、うん、そのだからそれをじゃあどうその インンタターーフェースからメルルモデル的なものを汲み取ってて実装していくのかみたいなのをこう考えなきゃいけないとかっていうふうになっちゃうからある程度その辺も議論しようみたいなところもあるんじゃないかなっていう文面からだけだけどなんかそういうふうにちょっと読み取った部分はあったけどね。うーん。まあデザイナーの説明がうまくできてないってことうっていう部分もあ,、まあ、あるかもしれないし、うーん。多分お互いちょっとこう、うまく知識、 知識がなんかこう重ならない部分があるみたいな感じなのかなっていう気もしたけどね、うん、まあだからやっぱすごい抽象的な議論はむずいですよね難しいね抽象的な議論はあんまりしない方がいいよね、うん、<laughs> なかか空中戦になりがちだからねなんか特 <laughs>、うん、にメンタルモデルっていう捉えどころがなかなか難しい言葉はうん 注意した方がいいですよねそうですねまあだからやっぱりそのユーザビリティテストを通してとかでうまくこうファクトを集めていってそれをベースに話すとかっていうふうにした方がまあ基本的には誰から見てもこう認識というか理解しやすいというか納得しやすい部分っていうのはあると思うから、うんうん、そうするしかないような気がするあとはまあもう デザイナーの力量みたいなな感じになっちゃうかもしれないけど、ね、<laughs> いやなんかやっぱ、うん、確かになんかこう一個一個のレイヤーを積み上げて作っていくってちょっとエンジニアリングっぽい考え方だなと思うんですよ。一方でデザインってちょっとなんかアブダクションっていうか一、うん、回舞台通してみてそれに対してロジックを後からつけていくというかはいィ、はい、アプローチ取るじゃないですか。うん うん。だからなかなかエンジニアリングだったら例えば設計システムの設計の段階で議論するとかっていうのは結構まあ成立しやすいし、うん、やることあると思うんですよアーキテクチャのレビューみたいな、うんうんで。ただそれをデザインに持ち込むのは一見誰のためのデザインとかノーマンの本とか読むと論理だっ,たって書いてあるからできそうに見えるんだけど。うん なななかなかやっぱっぱ難しいとところはあるなと思っててノーマンとかもなんかそのなんだろうなあの本の中に出てくるえ例えば教室のスイッチと伝統の位置の話とかあとなんかコンロの,あの位置の話とかそういうのってもうそういうものがあった上でこうなんじゃないっていう議論してるじゃないですかはいはいだからまあ成立してると思うんですけど。うん まだやっぱまだ物ができていない段階でそのレイヤーを積み上げて中小レイヤーから具体に至って徐々に徐々に議論を固めていくようなスタイルってなかなかやっぱ実際難しいかなと思うんですよね,ねデザインの場合うん、うん。だからやっぱ一旦もの物作っ一旦もう中小から具体まで一旦筋通して物を作ってみてその上で議論した方がデザインにおいてやりやすい気がしますね。うーん 機能要件とかはねある程度書き出すことは可能かもしれないですけどね、うん、さっきのそれこそなんかコンセプトの定義であったような話とかっていうのは、うん、それとさらにこうデザイン的なメンタルモデルとかインターフェースとかっていうのを絡めていくとなかなか難しいことになってきそうですね。うん あんまここううういい議論を起こさないようにしてるかもしんなないすね <laughs> なんか振る舞いとしては普段の、うん、まあなるべく舞台にしてみるとかそうだよね、うん、まあ実際デザイナーもそのとりあえず何もないと考えられないからとりあえず作ってみるっていうのやって修正してみたいなことを繰り返したること多いからねやってることとしては、うん、そのインターフェースとしてとりあえずまあ とりあえず一旦一覧っぽいもの作ってみるかみたいなので一覧作ってみてやっぱこの一覧じゃないなみたいな後で変えていくとかさ、うん、そのなんかそういうやり方をしてること多いから何か何もないとこからこう考えていくのってなかなか難しいっていう部分はありますよね。何、うん、かまあそこがちょっとエンジニアリングとの違いな気がしますね。うんちなみになんかこの「優れたデザインにとってコンセプトが重要な理由」っていう本はなんか後半半分ぐらいがノートっていう。 補足なんですよ、なんか、本文中のあらゆることの補足が本の半分ぐらいを占めてるんですよ、なんか <laughs>、えー。っていう、なんかまた面白い本で、うん、僕、なんか最近、よくこういう、まあ、技術書とかそういう本読んでて、たまにこういうノート、まあ、補足が多い本っていうのによく出会うんだけど、大体、うん、そういう本って補足の方が面白いんだよね。<laughs> <laughs> 補足で書いてあることの方が面白いんだよね。 <laughs> でなんで面白いんだろうなって最近ちょっと考えてたらそこの方がこうなんか筆者の本音が出てやすいっていうか、うん、なんか本音を言ってることが多い、ね、なんでそこで。<laughs> うん、っていう部分で面白いことが多くてとか何かねこう豆知識的なものの方が面白いみたいなところとか,、うん、なんかそっちの方が面白く読んでた気がするね他はなんかすごい難しい話ずっとしてんなみたいな。<laughs> <laughs> あの事例の部分とかね、あまあ、確かにそうだよなみたいなの思ってたり、見たりしたけど。ああ、これあれなんですね。あ、アロイ形式手法、アロイっていうのが出てくるんですか。はいはい。なんか出てきた気がする、なんか。んなんかそれを見てたら、あなんか UML っぽいんだなと思いましたね。ああ、なるほど。モデリングテストとか。<laughs> そうそうそう。これは確かに難しそう。<laughs> うん、なんか そんなに大したこと書いてないような気がするんだけど、すっごい難しいんだよ、なんか。ああ、なんかいろいろ分かってきた。なんか確かに、エンジニアリングというか、なんだろうな。まあ僕、大学ソフトウェア工学とかだったんですけど、うんうん、やるんですよ。なんか、モデリングっていう<ー>、なんか講義とかあって、はいはい、そのまあ、超大規模なシステムを作るとき、うん、なんか ATM とか、そういうときとかに。 まあなかなかすぐ作るっていうわけにはいかないから、うん、まずは要クライアントの要件をベースにしてなんかこうクラス図とか,かシーケンス図とかんだっけステートマシン図みたいな,、うん、なんかまあいろんな何たら図ってなるじゃないですか、うん、まあなんかそれを作ってでそれをもとに議論し,しましょうみたいなのがあったりするからそういうことかと今,今理解確かにそれに近いかもね何か途中の章で コンセプトの合成とか依存性みたいな話が出てくるんだけどここってなんか各機能ってその単体でも存在してるけど他にもなんかにも関係性がある機能とかもあったりするじゃないですかいいねだけど保存にもなってるとかいろいろあると思うんかそういう関係性があるものっていうのが、うん、そういうものをなんかこう図示される部分とかもあったりしてそういう意味でもなんかその話に近いような気がするよね。うん 依存性の話とか。まあなかなかでも難しい話を書いてる本だなと思ったけどね、やっぱり。うん、なのでちょっとこれはなかなかみんなに勧められないみたいな。うん、<laughs> この本自体を持って議論していくのはちょっと大変そうだなっていう気はしたけどね。うん、まあそれよりもユーザビリティテスト僕だったらユーザビリティテストを の、まあ、よくあるなんかそういう本あるじゃないですか,なんかユーザビティテストの本みたいな、うん、その辺をみんなに読んでもらって一緒にやっていくとかの方が全然有益な気はするなってちょっと思ったかなえっと裕次郎さんもリサイズ編もオリジナルグッズの奏法ご希望っていうことでしたので、うんうん、お送りさせていただきますということなんですがえっ、ー、と まあ今回ちょっとお便り3個いただいて非常にありがたいっていう感じだったんですけどもともと紹介しようと思って読んでた本もあってほうほうでそれがねあの「コンセプトの教科書」っていう本であなんかお便りでもそういえばコンセプトがどうのってやつ来てたなと思って、うん、似てるからこれ一緒にいけっかなと思ったらあの全然違う話でしたね。 <laughs> <laughs> あ僕が思ってたのはあの自分が読んでたコンセプトの教科書の方だったんだけどその優れたデザインにとってコンセプトが重要なコンセプトが、まあ、ちょっと、まあ、似たような意味なんだけどスコープがちょっと狭いというか<ー>感じで使われてたんで、まあ、ち,ょっと違う <laughs> ちょっと違う話だなっていう感じだったんですけど、うん、まあなのでそのさっきの話とはちょっと切り分けて聞いていただく必要性が多分あるとは思うんですけど、まあ、結構面白い本だったので、うん、軽く紹介しようかなっていう。 ような感じで,でここで言ってるコンセプトっていうのはもうちょっとだから視野が広いというかだいぶ大きいもんですねどっちかっていうとそのさっきの言ってたような事業新しい事業を立ち上げるとかそのブランド全体のコンセプトを考えるとか、うん、それぐらいの希望感で考えた方がいいようなものっていうようなイメージに近いと思いますねどっちかっていうとでこれで言ってるコンセプトの まあコンセプトの教科書って言ってるんだけど、うん、まあ可能な限りそのコンセプトの作り方っていうのをまあこう論理的にというか手法を交えながら、まあ、誰でもできるように再現性あるような方法として紹介しようとしている本だったのでまあ割とそういう意味では役に立つんじゃないかなっていうふうに思った本でしたねうん、うん、でまあまあいろいろ書いてあったんですが まあコンセプトって言ってるのは価値の設計図とかっていうことも言ってたりしたけどなんて言うんだろうなコンセプトが重要な意味みたいなのが、まあ、あって、うん、その、まあ、何を作るかっていうよりも何,何で作るのかみたいなその意味を与える部分になるから重要みたいなところが、まあ、特に最近の時代において、まあ、重要だよねっていう話とかもあって、まあ、だからそのコンセプトがあることによって そのお客さんが買うっていう時の判断基準に、まあ、なる可能性があるよねとか、うん、まあ作るときもある程度一貫性を持ってこう作ることができる可能性があるよねっていう部分で、まあ、コンセプトがあった方がいいよねっていう話で、まあ、最初始まっているんですが、うん、途中でなんか問いの話とかも出てきたりして、うん、結局やっぱり問いなんだなっていう感じはしたんですけどね、うん、そういう意味では。 まあ要はコンセプトを考えるにあたってじゃあなんでこう作るな,なんでやるのかみたいななんで自分たちはこの,この仕事をしようとしてるのかこの事業をやろうとしてるのかみたいなこのサービスを作ろうとしてるのかみたいな部分の問いをどう立てるかによってそのコンセプトの答えになるコンセプトの部分が決まってくるみたいなところがあるっていうので、うん、まあ問いが重要だっていう話もしてて、うん、まあ結局問いのデザイン に返ってくるんだなっていう気はしましたね。コンセプトを作るって何なんですか？コンセプトを作るっていうのは何かっていうと意味をまあ再定義するとかまあもしくは一番最初から作るんだったらあの意味を考えるっていう部分に近いんじゃないかなと思いますね。うん。アウトプットとして何が何を指してるんですか？アウトプットとしてはまあ最終的にこの人が目指しているのは 究極的には一行のメッセージみたいな。<ー>例えば、ううね、事例で言うと、スターバックスで言ったらサードプレイスみたいな。っていうのがコンセプトにあたる部分ですね。Airbnb だったら、なんだっけなん。Airbnb も書いてあった。iPod だったら1000曲をポケットにみたいな。まあ、これ、かなりマーケティングのキャッチコピーにもなっちゃってるんですけど。うん まあ、コンセプトとキャッチコピーは基本別物なんだけど、この場合はキャッチコピーも一緒になっちゃってるみたいな話だったかなっていうなんかやつですね。だからそれをいかにこう再現性ある形でこう作っていくのか、その作っていくにはどういうことを考えた方がいいのかっていう部分を解説してる本っていうような感じですなるほどだから分野としては割とブランディングとかに近いかもしれないイメージとしては。 やってることは、うん、っていうのも結構最後の方にキャッチコピーキャッチコピーじゃないわそのコンセプトをじゃあ究極的には一行にまとめた方がいいって言う,言うけど一行だとやっぱりなかなか伝わりづらい部分もあるんで、うん、そ,のそれを補足するためのなんかストーリーもつけた方がいいって結局書くんですよ、うん、そのストーリーがあってこういうコンセプトがあるみたいな出し方をするのが一番良いみたいな、うん、でそのストーリーの考え方としてなんか2通り紹介してて なんか一個はインサイト型インサイト型って言ってるのはなんか顧客の課題とか競合の弱みとかまあ自社のベネフィットまあ価値どういう価値を持ってるの固有の価値を持ってるのかっていうのを調査調査っていうかねある程度調べた上でそ,のそれをまとめてストーリーとしてこう出すっていう、うん、っていうやり方っていうのとあとビジョン型って言ってるんだけどこれは完全になんか割とよくあるなん,なんて言うんだろう 会社のブランド的なものにストーリーに近いんですけど、うん、とミッションとビジョンとコンセプトっていう風なまとめ方みたいな。うん、で、このミッションっていうのはどっちかっていうとまあ自分たちがどういう風に創業してやどういうことを目指してきたのかみたいなこう過去をどっちかっていうと掘り下げるようなもので,でビジョンっていうのはどっちかっていうと未来本当はどういう姿を目指してるのかっていう部分。うんうん でその中間にあるののがコンセプトでそのためにそのミッションをもっとにしてビジョンを目指すためにどういうことをやろうとしてるのかっていう部分がコンセプトになるみたいな、うん、っていうような並べ方でストーリーにするっていうようなうん、うん、ミッションがあってビジョンに向かうために今回はこういうコンセプトでこういうものをやっていきますみたいな、うん、まあストーリーにするみたいな紹介の仕方みたいなやり方っていうのを紹介してたりするみたいな感じの本でまあ結構ねだからね なんかこうハウトゥー本っていうかねビジネス本みたいな感じでその手法がいっぱい紹介されてる部分もあるけどわかりとまあ分かりやすく書いてあったしまあなんかすごいワークショップをすごくたくさんやってるみたいなのでこの筆者の細田さんだったりはまあそれをもとにしてある程度こう体系化してまとめたみたいな感じの本らしいので面白かったですよなかなか。 その発想法的な部分とかも含めてねそのコンセプトのその辺も書いてあった気がしますねまあでも結局そのコンセプトの発想法の部分で問いのデザインをどうするのかみたいな部分が結構大きい部分としてやっぱりあるみたいなああなるほどね っていうのはある程度こうフレームを固めるものだったりするので、うん、その問いによって枠組みが決まっちゃうみたいな、うん、で答えはその中にどうしても収ま,ざ収まらざるを得ないみたいな感じになっちゃうので、うん、その問いが悪いとやっぱりある程度なんかコンセプトがちっちゃくまとまっちゃうみたいなとか,、うん、なんかあんまり面白みがないみたいな感じになってしまいがちなんで、まあ、その辺をどうリフレーミングしていくかみたいな話とかも書いてありましたね。うん、まあ リフレーミングの手法もいっぱいあるけどよりこう全体まあすごいアウトスケールにしていくみたいなやり方もあるだろうしなんか名詞じゃなくて動詞で考えるとかうん、うん、そういうのもあるし名詞って結構固定概念に縛られる感じがあるんだよねなんか枠組みとして、うん、例えばなんか新しいコップをデザインしてっていうふうに言われるとさどうしてもコップの形から抜け出せなくなっちゃう だけど、本当は新しいコップが必要だったわけじゃなくて、その水を運ぶ方法が欲しかったのかもしれないし、水を飲む方法が欲しかったのかもしれないし、まあ、ちょっとその辺は分かんないんだけど、でもそうした方が枠組みとしては広がる可能性があるみたいな。要は動詞にした方がいいっていうことですよね。目的のためにできる選択肢っていうのをどう広げるかっていう意味だな。うん、っていう、まあ、よくある、そういう話とかも。なんかこういうのに近いことはやってるんだろうけど。 そこまでこう選挙区をポケットにみたいななんかそういうコンセプトにまとめたことがあんまないなと思って、うんうん、なかなかイメージがつきづらいところではありますけどまあでもそこまでやれたらいいよなとはそう思いますねそうだね,うだねなんか割と特にまあ新規事業を作るときって、うん、まあな 中にはそういう割とビジョン的なものというかコンセプト的なものをつくっ持ってなんかすごいやってる人もいるけどまれにとかよく、まあ、見かけたりするけどそういう人も、うん、まあ割とこう身近な課題からこう立ち上がってることとかも多いじゃないですか,なんかそういうのってそうなるとあんまりそういうことを考える機会ないんだけどその既存の事業をじゃあ次もう一回見直すとか その未来を考えてど次どうしていくのかどうアクションしていくのかみたいな考えていくときになんかこういうことを考えることの方が多いんじゃないかなって個人的には思ったけどねうんまあなんか体験設計書とかなんかそういうのでよくこういろいろ補強をしながらこうコンセプトっていうのを伝えていくというかその開発メンバーとかあその関係者にみんなに 共通の認識を作っていくみたいなことをやると思うんですけど、うん、まあ確かになんかさっきのコピーみたいな感じで一行にまとめられた方がその統一はしやすいんだろうなとは思いますそうだね、まあ、だからさこのアップルの例えばその選挙区をポケットにみたいなやつのすごい素晴らしいところっていうのはそのなんか選挙区をポケットに入れ,た入れるために 何をしなきゃいけないのかっていうのを考える必要性がでい,いろんなところで出てくるっていう部分ですごいいいところなんですよね。まあ多分コンセプトに求められているのはそういうところなんだけど、うん、なんかそれが例えば MP3 形式で500曲入りますみたいなさ 5GB 入りますみたいな,、うん、なんかそういうのまあ仕様っぽい入るなんかそのコピーというかさコンセプトだったら、うん、多分 ただ入ることをなんか機能すればいいんだなみたいな感じになっちゃうみたいなさ、うん、ことになりがちなのでそのもうちょっとこう創造性の部分が広がっていかないというかさその想像しなきゃいけない部分っていうのが、うん、だからそういう部分を求めるものとしてコンセプトっていうのがまあ重要だよねっていう話とかはしてたかなうん,そのなんかいい感じの抽象度がまずそうですねそうだねまあだから問いのデザインってことなんだろうけど、うん まあでもなんかその辺のいい感じの抽象度をどう作っていくのかっていうのを、まあ、可能な限りこういろんな手法を交えながらできるようにしてるっていう本でしたね。うんなるほど。うんまあ、なんかある程度センスが必要な部分ももちろんあるだろうしその語彙力とかもね必要な部分ももちろんあると思うけどうんまあ可能な限りこう考え方としてとかこうパターンとしてなんかいろいろ用意してて、まあ、それに当てはめていけばまあ ある程度近しいものは作れるだろうっていうようなものとしてなんかまとめられていましたねなるほどねこれあくまでその開発の時のコンセプトってことなんですかねうんいやなんかなんかそのサードプレスとかってマーケティング的な意味でのキャッチコピー的な意味も捉え方もできるというか何ていうかまあここで言ってるコンセプトは結構だからやっぱりさっき一番最初に言ったようにブランドデザイン近いと思って あー<は>じゃあ外からにも露出するようなものなのかなうーんと思ってますだからいろんなそういう意味ではその開発に限らずにそのいろんな分野に効いていくというかうんいろんな方面にこう当てはめてそれをベースにして指針にしてなんかやっていけるようにするみたいなものとして捉えてる感じはしたうんだからほん,ほんとっていうか場合によってはスコープを小さくするっていう可能性もあるとは思うんだよねそうですよねうん まあ箱ほどの方が書いいてるななななそうううう感じんんだろうなうーん,なんかね最後の方に FAQ みたいなのがあって、うん、そこでもなんかちょっと似たようなことも書いてあったんだけどそのブランドコンセプトとかプロダクトコンセプトとかコミュニケーションコンセプトとかまあいろいろあるんだけどこれ何が違うのっていうふうに言ってて。うん うんとこの人の結論としては対応年数と適用範囲、まあ、いわゆるスコープですよねっていうふうに言ってるからまあそういうことだと思いますよでざっくりコンセプトって言ってるのは割とブランドデザイン的なかなり広めのことを言ってるんだと思うなはいはいはいなるほどそれは納得ですねうん、まあ、なので結局話としてはさっきの裕次郎さんが言っていた頂い,いていたその本の話とはちょっとだいぶ違う話だったんですけど うん、キーワードが同じだったっていうだけでしたけど <laughs> <笑><笑>まあでもこの本も面白かったんでちょっと読んでみるといいんじゃないかなっていうふうに思ったっていう感じですねコンセプトって言葉はよくわかんないっすよねわかんない、ね、コンセプトデザインしてますみたいな,な何をやってるのか <laughs> よくわからんなと思うことがあって <laughs> コンセプトデザインやってますっていいるのかなでまあコンセプトデザインみたいな言葉あるじゃないですか コンセプトデザインあるのか <laughs> コンセプチュアルデザインってのあるけどねなんか<ー>コンセプチュアルデザインまあそうだよな、うん、コンセプトだかこの人はなんか、ね、英語で言ってたらコンセプトメイキングって言ってたかなはははいはい、はい、うん、コンセプト自体をデザインすることはなかなか難しいんじゃないですかね、うん、コンセプトに沿ったデザインだったら多分コンセプチュアルデザインになるだろうし、うん、なるほど、うん、まあちょっと ブランディングデザイン寄りの話でしたけど、そういう意味では。うん、まあまあ、でも、そういう分野の仕事も時々したりしてるんで、まあ確かにみたいな、はんまあ、参考になりそうな部分もありましたけどね。うん、まああとなんかね、まあミッション、ビジョン、バリューみたいなの話もちょっと、まあ話の流れ上出てきたりとかしてたけど。 うん、まあその辺も割とこうふわっとした認識でいたりする部分もきっとある人もいるじゃないですか、うん、まあその辺ももとこと明確になってくる部分もあるだろうしミッションとビジョンとコンセプトは何が違うのかみたいなさ、うん、なかなか横文字ばっかでいまいちよく分かんないみたいな人もは中にはいるだろうし、うんうん、ミッションとビジョンの違いをよく分かんなくなりますね <laughs> そうだよねうん ミッションの方がより原動力に近いものっていう感じかな。うん。本来のやりたいことみたいな。で、うん、そのビジョンはそれが、その未来に行ったときによりどういう方な具体的な成果として現れるかみたいな感じの考え方でいるといいんじゃないかなって思うけど。うん、うん。まあ、ただなんか案外ごっちゃにしている会社もあったりするじゃないですか。そうだね。まあ、クックパッドとかそのタイプだと思うけど。 明確にこれがミッションこれがビジョンっていうのがないタイプの会社っていう本の話でした、うん、まあちょっと今回はだいぶお便りたくさんいただいてたんでお便りの紹介とかお答え中心でお話しさせていただきましたけど、うん、非常に具体的なご相談もあって面白いですねこういうのうです、ね、答え答える側としては <laughs> 外部から「やいやいやいや」言ってるだけだから <laughs> 気が楽なんだけどでもすごいなんかリアルなその相談というかねうまあリアル実際そうなんだろうと思うけどそのリアルに送っていただけると僕らもある程度こうねふわっとして送ってもらえるよりもこう考えがいがあるんで非常に嬉しいですけどねなので今後もリアルな非常になんか苦しそうな お便り相談も含めて <laughs> <laughs> 待ってますね。なので、<ひ>もしね、お便り送っていただいた方は、あの、希望していただければ、今のリサイズ FM オリジナルグッズ、オリジナル付箋をお送りしますんで、それも含めてご検討いただけたらなと、送るのを。はい そういう軽いのでも全然、ねあね。ああ、そう、気軽な質問でも、この本どうすかみたいなのが、こういう本、なんかこういうのを勉強するのにどういう本読んだらいいですかねとか、まあ、そういう気軽な質問でも全然いいですし、うん、一句とご感想とかでも全然問題ないので、うん、まあそういうね、うん、ご質問とかご感想、リクエストなどは、まあ、ハッシュタグリサイズ FM で Twitter に通訳か、あと、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ。 配信内ででこののように取り上げたりたたしししまますすどしどしいいだければと思いますリサイズ編は毎週金曜日に配信しています。Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら